パソコン買いいえたいでどのパソコン買えば結局いいんか分かんないんだもん。ゼルダ誰もやってないよなーって、うん。なんでだろうねーずっとそれ言ってるってそうやねん。実際行動に移せやんねん、マシカッサンモデルとかどうって、一応機材とかこだわってんのかな。詳しくなさそうやけど。あるんや。配信者モデルみたいなんが。へー。 配信者モデルのパソコンってどうなんやろなんか名前貸し取る分高いだけなんじゃねえ <laughs> と思うんやけど俺だけ <laughs> 俺、浅ましい人間かなあ、正解なんこれ。合ってるんや。お前の PC 性能いいだろ性能はいいけど。偽とる呼び込まんしなぜか。デザイン量ってか。 体重と同じやつの方がいいよな、そうなったら。そうなったらやっぱりゲーム詳しいでか、んか機材とかちょっと詳しそうで、ちゃんと分かってそうな人の方がいいよな、絶対。自作はできねえしよ。v スポコラボモデル <laughs> 一番お前ぼったくってるやつやねえか。見ようぜ、v スポコラボモデルのパソコン。えー、こんなんあんの v スポコラボモデルのパソコン。あ、でもガレリアやん。うん、篠宮ルナしかわかんねえ。 あ、これ、ひなのか。あれ、ひなのってこんなに若かったっけ絵は若いんだ。えひなのってこんなに若かったっけなんか俺さ、ほうれい線とか出てるイメージあったんやけど。絵は若いんだ。えー、っと、<laughs> デスクトップ。ラインアップ。40万9900円。え、ガレリアってもっと安くなかった俺3つぐらい前のパソコンガレリアやけど、17万ぐらいやったぞ。 ガレリアってこんなだけえの ?RTX408016GB あれ何バイトあれば多いんや機容量って40万なら4090欲しいよって4080や低いんやはあ32か64 32GB は欲しいじゃあ 16GB で40万9979円ってどうな ?4080 で <laughs> どの辺がコラボしてる確かに <laughs> 誰一人コラボしてねー <laughs> え何これこ何なんな,んな何がコラボなんこ,ここ <laughs> 何がコラボなんやこれから PC を始めるのは14万4千円だー VSPO コラボモデル使ってるってこと ?VSPO のメンバーが。なんかいろいろ出てきたぞ。オリジナルステッカーがついてくるんや。これをパソコンに貼り付けるわけやな。なるほどー。それは価値あるわ。40万の。オリジナル壁紙までもらえんのデスクトップにこれ表示できるやつえー、絶対買いじゃん。配信イベントハイライトも見れんの えー、何これ麻婆豆腐みたいな人いるけど <laughs> あっくるみのわというヤクモベニとそらずみせなんかソラズミセナとかこの辺が V スポかうーんでもこれを買うことによってこの子たちの笑顔が見れるわけで安いもんやろお前ら誕生日かぶってねあ双子なんかこいつらほんとに双子なんかな ちちっゃすぎやろこいつらこんなんや偽物の誕生日だろってひなぁのえー、だってうさミミがさあのさ誕生日3月3日なんできすぎやろって思っちゃうもん俺疑っちゃうわ絶対本当の誕生日じゃない気がする如月いれん如月ないろお前2月生までにしとけよ 当たり前だろうってやっぱそうなんかな本当や <laughs> うーん v スポメンバー多いねもっと少ないと思ってたえー、でも VTuber コラボ何を… <laughs> やっぱパソコンでコラボするのって難しいなデスクトップとステッカーぐらいか まあ性能は悪くないやろ <coughs> そこで買わないのでも検討しておきます <coughs> これは何か言い方悪いけどさもちろんあの悪いもんじゃないんやろうけど値段がそれによって上がってるんじゃないかって思ってしまうのとなんかあのかもってるんじゃないかなって思ってしまう分からんけどな実際のところはうーん 特に絵はそういう風なイメージあるよなそりゃそうだよって売れてんのかね実際コア9ってどれぐらい強いの昔はおめえコア7とかじゃなかったっけうんだったら釈迦モデルとかの方がやっぱり信用できるよな正直そうなるよなそうなのでもそりゃそうなるんじゃない変わんねえかな一緒どっちもどっちか ガレリアだから一緒だよーって。ああ、まあ、そうか。まあ、わかんねえけどな。でも、ガレリアっていいパソコンのメーカーってイメージあるわ、俺。だよな。えー、コラボ商品とかもやるんだね。別にコラボの必要ねえや。普通のガレリアの PC でいいや。他知ってんの俺色々、いろいろ、おめ東芝のパソコンから始まり、フロンティア使って、その後にガレリア使って、 何使ったっけなどこってフロンティアは安いよな山田電機が作ってるとこじゃなかったっけフロンティアって昔そこで買ったわフロンティアは激安なんかそうフロンティアのモニターも長いこと使ってたもん安くていいなんか自社モデルってさあのよくあるやん えっと山田電機やったらフロンティアみたいな感じでさなんか楽器とかでもさその楽器が作ってるあの島村楽器とかやったらヒストリーっていうさギターがあんねんけどさ国内で作ってるからその自社モデルで作ってるで輸入してないから安くていいものを提供できるみたいなさなんかそういうの俺結構好きなんよなコスパがいいみたいなうんおえちゃんコラボはないのないねその代わりあのちょっとネームバリューは落ちるけども実際物は悪くないんだよみたいな まあ言うて高くて有名なやつの方がいいんやろうけどな最終的には。